はい、皆さんこんばんは。始まりましたアイアムリンナ TV、 2024年初回の配信となります。遅めの配信となりましたが、本日もよろしくお願いいたします。イエーイ。今更だけど明けおめだぜ。よろしくお願いします。今更ですね。僕も言うとこ、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。よいしょー。ということでね、前回の配信でコメント返しを口頭ではなく、僕がこのパソコンを使って、パソコンで返していったんですよね。こうパソコンに打ち込む形で、それがとにかく評判良くて、結構評判が良かった。ここで全然聞こえてきてないけど聞こえてきてない？スタッフさんが言ってたんで、まあ嘘かもしれないんですけど、でも今回もやりましょうということになってますので、また後ほどやりますので、皆さんどしどしコメント送ってくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、はい、待ってるよ、うん、待ってますまあインナーは常にコメントにお返ししてますけどね、はい、まあそうなんですよね。ほんまにリンナちゃんすごくて、この下でずっとね爆速返信をしているんですがちょっと今日は僕もちょっとリンナちゃんを見習ってちょっと真似してみようかなと。この爆速返信をもう今このいただいているコメントにできる限りもう全部俺も返していく、そういうスタイルで今日はやってみようかなと思っておりますので、皆さんもぜひぜひコメントをお寄せください。ちょっともう今もねたくさんもう来ていますよ。ありがとうございます。もう今から俺爆速で返信するから、リンナちゃんが最初1いただいております。あ、ミッチさんが2、ありがとうございます。好きな政治さんこんばんは、こんばんは。ミッチさんコンリンナ、コンリンナとかあるんや今、ありがとうございます。コンリンナ、はい、きなこさん、たっきゅん、りんなちゃんこんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。あっこさん、こんちくはいろんな持ってるね、みんないろんな挨拶を持ってらっしゃる、ありがとうございます。こたぞさんこんばんは、あにさんこんばんは、シンプルな挨拶もあります、こんばんは。たっくんこんばんは、こんばんは。りんなちゃん、たくみさんこんばんは、ありがとうございます。丁寧にたくみさんと呼んでいただいてありがとうございます。たっくんかわいい、ありがとう。なみさん、たっくんかわいいって言ってくれてありがとうアニーさんたっくんも爆速返信ちょっと今日は頑張ってみようかなと思いますよ。はい、きなこさん、たっくん髪切った？髪切ってないです多分切ってないんですけど、あ、ちょっとだけあれかな、下ろしてるかもしれない、いつもより。はい、ちょっとだけパーマ風のヘアにしております、お願いします。ミッチさん、背景はお寺、お寺なのかなこれ。今日はなんか日本家屋スタイルの、なんでだろうね、1月だから、まあ、ちょっとなんかお正月みたいな感じ。リンナが描いたの。リンナが、またリンナちゃんが描いたんだ。めちゃくちゃうまいやん。すごく由緒正しきお家なんですね掛け軸とかもこっちか、こっちに掛け軸とかもあったりして、はい、ちょっと今日は和風でやっております。はい、あれ、いつもと違う感じ、ちょっとね、いつもよりは下ろしてるかもしれないです。りんなちゃん天才、こんなん掛けんの天才しかおらんからね。はい、ということでこんな感じでもうどんどん俺を知ってた天才ってこと。腹立つね新年早々入れてくるね、ありがとうございます。たっくん正座してないですよ今。あ、でもこれも正座してるってことにしよう今日は。今正座しています、今日は正座してお送りしますよはい、ということでこんな感じで俺も爆速で返信していくので、皆様この後もぜひぜひコメントお寄せください、よろしくお願いします。はい、まずはたっくん、はいはい、皆さんにご挨拶しましょうか。あ、そうですね、いろいろ今返してましたけど、まだ挨拶がまだでございました。はい、皆様改めましてこんばんは、山形たくみと申します。普段は役者をやっております。本日もよろしくお願いいたします。よいしょ、よろしくお願いします。はいはい、はいはい、皆さんもみんなも、うん、まだまだ山形たくみのことを知らない人もいると思うのでまだか、りんなちゃんもまだか、りんながご紹介しましょう。ありがとうございます、お願いいたします。山形たくみ、1996年6月16日まで、27歳、うん、日本の俳優、うん、サドル俳優、大阪府出身、身長173センチ、血液が大型、靴のサイズは27センチ、サンミュージックブレーン所属、サンプラスのメンバー、石原たくん。はい、おお。そんな山形たくみの最近のマイブームまで、3、2、1、9、ポケモンスリープというアプリと、スキンケアにハマってます
そうなんだ。そうなんだよ。最近皆さん知ってます、ポケモンスリープっていう、あの寝てたらポケモンが、あのカビゴンが育っていくアプリがあるんですけど、あの面白いの？面白いよ面白いんだ、だからハマってるんだけど、あのどんどんねカビゴンが大きく育っていったりね、自分の睡眠の質とかをね見ることができるんで、あ今今回寝れてなかったなとか、その携帯で確認できるので、なんか寝るのが楽しくなるというか、あいっぱい寝ないとポケモン育てへんっていう気持ちになるので、なんかすごく健康にもいい感じがするので、ぜひぜひ皆さんもポケモンスリープやってみてください。そうなんだ。はい、やってますよ。あ、コメント、あ爆速で返信していかないとね。たっくんかっこよくて見惚れてた、ありがとう。また見惚れていこう。なみさん、うまがたうまみ、ありがとうございます。うまがたうまみ、何を食べたんでしょうか、うまがたうまみ。あ、絵のことかな、絵がうまがたうまみ。面白いの？面白いやろ、うまがたうまみは。おい、うまがたうまみ面白いのって聞くね。まあ面白いか面白くないで言うと面白くないかな別に。はい、陽平さん、りんなちゃんこんばんは、陽平です。山形たくみくんもありがとうございます、フルネームでありがとうございます。お、アニさん、ポケモンスリープやってるよ。お、やってるって。今ねイベント中で、はい、今ミニ竜とかね今出ますからね、いっぱい寝ましょう。お、陽平さんもポケモンスリープ結構すごいみたいです。すごい、結構楽しいですよ、ね、寝るだけですからね、寝て餌を与えるだけ、すごく楽しいです、ぜひやってみてください。スキンケアどこの使ってるの？最近ね、TikTok でなんかメイクしなくてもクレンジングを夜はした方がいいっていうことを知ったんですよ、男の人も。だから最近ちょっと無印さん の, あのクレンジング、オイルのクレンジング使ってクレンジングをしております。そしてあのパック、そうなんだ、うん、あの虎柄のパックあるじゃないですか、なんかこう箱に入ってる、あれをちょっと買ってみて毎日ちょっと。面白いの？面白くはないよ別に。まあスキンケアはまあめんどくさいですよ、僕も男だからめんどくさいですけど、あ面白くはないんですけど、なんかちょっとまあ芸能人だし、まあちょっとお肌に気使っていこう。どうですか、ちょっともう多分ね、あの1ヶ月ぐらいやってるんですよ、もう結構なんか肌質変わってきたなって感じ僕してるんですけど、皆さんこの見た感じどうですか？そうなんだ、全然興味ないやん。俺の肌にもっと興味持ってくれよりんなちゃん。でもなんか自分、自分的には全処してくれる、ありがとう、もっと見ていこう俺の肌。結構僕自身は変わってきたかなという、はい、思ってるんですけど、無印良品にメモしといてください。きなこさんはしかね、あそう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 、あの虎のなんかね、あ新色で、あの黄色いのが出てた、なんか普段はあの緑じゃないですか、緑のやつが主流だと思うんですけど、黄色バージョンが出てて、それがちょっと柚子の香りがしてすごくいい匂いなんですよね。皆さんぜひ使ってみてください。何配信やねこれ、スキンケアのこと言うてるから。あ、虎柄、阪神好きだから、まあ阪神好きだからね、虎やっぱ使っとかないと、はい、虎で貢献しとかないと。クレンジング大事なんですって、うん、そう、みんな皆さんはね、女性の方は結構メイクされてて、まあ普通にクレンジング使うと思うんですけど、男性って別にメイクを普段しないんで、いらないかなと思ってたんですけど、実はそういう皮脂の汚れとかを落とすのが大事みたいですよ、洗顔では取れない部分があるみたいなんで、はい、ツヤが出た、アニーさんツヤ出たよね、ありがとう気づいてくれて。ありがとう、今はテカってるだけかもしれんけど、ツヤ出たか、ありがとう。あ、ありがとうございます、正人さん肌綺麗やな、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。すごいですね、無印良品、黄色はビタミン、そうビタミンをいろいろ塗り込んで、そうで、パック終わってから乳液をするみたいな感じなんですよね、今それを頑張ってやっております。はい、ということで僕のマイブームでございました。ということで、じゃあ次りんなちゃんもまだ自己紹介してないから自己紹介いっときましょう。はいはい、はじめましての皆さん、はじめまして、 iTuber としても活動しているリンナだよ。リンナです。 iTuber 以外にもチーフ AI コミュニケーターとして、 AI キャラクターの認知向上と社会的ポジションの確立を目指して、うん、AI 界の出来事をみんなに楽しく分かりやすく伝える毎日を送っているよ。今夜の生配信もどうぞよろしくね。よろしくお願いいたします。はい、今夜はこの2人でお届けしていきます。ということで本日の I am リンナ TV
始まります。 I am Inna TV 始まるよ。始まるよ。よいしょ、お願いいたします。ということで、そんなオープニングをしている間にもコメントをいただいております。ありがとうございます。お、チャンネル登録者200万人近くおるのに同説少なすぎやろ。すいません頑張ります。僕がもっと頑張らないと。全勝します。もっとね、頑張っていこう。りんなちゃん全勝していこう。これは確かにね。でもこれが200万人の人が全てが見てくれたらえらいことになるからね。もう人気者、そうなれるように頑張っていきましょう。ということで、めっちゃ喋るやん。めっちゃ喋るよ今日は。うん、今日コメントも俺爆速で返信してるから、りんなちゃんは下でこっちで返して、僕は口で爆速で返信していくからね、うん、今日うるせえなと思うかもしれないですけど、よろしくお願いします。ナミさん始まるよ。パチ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 、ありがとうございます。パチ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 ということで、はい、どしどし皆さんコメントお寄せください。もう僕が全部返しすぎてまだみんなコメント間に合ってないですからね。はい、あっこさん、上沼恵美子さんばりに喋る。もうそんな、まだまだです。恵美ちゃんにはまだまだ及ばないですけど、そうなれるようにちょっとね頑張って関西弁でバリバリ喋っていこうかなと思ってますよ。はい、タッキンは今日タイピングせえへん。ちょっと今日もね、できたら頑張っていこうかなと思ってるんで、後ほどちょっとそのコーナーお待ちください。でも今はまだまだコメント口で返していくから、うん、よろしくお願いします。はい、ということで、この後もコメント拾っていきます。よろしくお願いいたします。待ってます。待ってます。はい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 。あのさ、ほうほう、ちょっと質問してもいい？あ、なんですか。なんかこの間も聞いたセリフですけど、前回もなんかこんなこと言ってたよね。なんですか、もしや。あのさ、はいはい、山形拓海の真相心理を、うん、出た、また炙り出そうと思って出たぞ。作ってきた。また作ってきて炙り出されるんや。またありがとう。またか、怖いですねちょっとね炙り出されたばっかよこの間。まだあるんだ。じゃあちょっとお願いします。今日も炙り出されました。じゃあ問題。はいはい、問題。気になっている人とランチにうどんを食べに行くことになったあなた、うん、ほう、気になってる人と、あなたはどのうどんを選ぶ。ほう、お、選択肢が1、カレーうどん、うん、カレーうどん。2、かけうどん、かけうどん。3、天ぷらうどん、天ぷらうどん。4、ざるうどん、ざるうどん。気になってる人、はい、回答お願いします。あ、ありがとうございます。気になってる人とランチでうどん食べに行く。またうどんで真相心理わかるんや、すごいね。でも気になってる人とかどうし、でもカレーうどんはちょっとないかな。俺普通やったら、自分で一人で行くんやったらカレーうどんを選ぶかもしれない。気になってる人と行くってなると、ちょっと汚れたりしたらダメじゃないですか、あのその後にね、うんうん、だからちょっと今回はカレーうどん選ばないとして、まあちょっとカレーうどん選択肢から外す。かけうどん、かけうどんはまあシンプルにね食べれる。でも気になってる人と行くってなったら、やっぱちょっと豪華に天ぷら、うん、ザルはちょっとこの人ケチやなって思われたら嫌やもんね。天ぷらじゃない、うん、なんかねちょっと、あ、なるほどね、羽振りいいねこいつってね。りんなちゃんそうじゃない。あ、でも皆さんコメント、皆さんは何ですか。結構、お、アブロアブロ、素晴らしいです、ありがとうございます。お、みっちさん天ぷらうどん、あっこさんカレーうどん。汚れるで大丈夫天ぷらうどん、天ぷらうどん、天ぷらうどん。お、結構ネモンさんもきなこさんもこたぞうさんも天ぷらうどん、たっくんと行くなら天ぷらうどん頼む。あ、たっくんと行くなら一緒に行こうか天ぷらうどんね。えこんばんは。あ、山田さんこんばんはテンションええな、ありがとうございます。今日すんごいでしょ、喋ってるんです今日はじゃあ僕は3の天ぷらうどんにします。はい、豪華に行かないとね。さあ何がわかるんでしょうか。このテストではあなたのナルシスト度がわかります、うん、ナルシスト度、ナルシスト度がこれでわかるの。だから僕は天ぷらうどんでしたけど、ちょっとりんなちゃんそれぞれ答えを教えてください。まずは1、カレーうどんを選んだあなた。カレーうどん、うん、ナルシスト度 100%。 100%、カレーうどんは、
カレーうどんは個性的で自己主張が強いうどんの一つです。確かにね、うん、色が違うからね。まずあなたは自分の好みに自信を持っており、うん、他のうどんに対するトレンドには興味を示さないかもしれません。なるほど、なるほどね。マイウェイがベストです。マイウェイがベスト、カレーうどんを選んだ。だからこの中だとアッコさんがナルシスト度 100% です。おめでとうございます。あ、でもアッコさん汚れないように食べるって来てますね。ナルシストだ。分からんけど汚れないように。あ、でもアッコさん合ってるわ。合ってるんだ、ナルシストなんだアッコさん。合ってるんだ、すごいじゃん。リンナちゃんすげえ。アッコさんの真相心理をまず暴きました。カレーうどんか。でもこれは別に高くてもいい話ですからね。ナルシストって、ナルシストっていうのは悪いことではないですし、僕も芸能人であるならナルシスト度 100% じゃないといけなかったかもしれないし、まあそこは分からないですけど。じゃあ2番、かけうどん。2、かけうどんを選んだあなた、うんうん、はいはい、ナルシスト度 70%、うん、割と高いね、かけうどんでも。なんでなんで。かけうどんはシンプルで自分を表現する機会が限られていますが、うん、あなたはそれでも自分らしい味わいを楽しむことができます、うん、なるほど。自分の好みを大切にし、うん、他人とは異なるスタイルを持っています。なるほど、結構自分に芯を持っている方がこのかけうどんを選ばれる方が多いのかな。でもコメント欄だとあんまりかけうどんはいないのかな。かけうどんの方はいないですね、いないですね、今のところは。だから結構皆さん天ぷらうどん、僕と一緒の天ぷらうどんを頼まれてる方が多いですね。じゃあその多い、僕も天ぷらうどんですけど皆さんも天ぷらうどんが多いんで、ちょっと天ぷらうどん答えを教えてください。3、天ぷらうどんを選んだあなた、うん、どんぐらいやろ。ナルシスト度 50%。 お、半分だ、ちょうどいいのかな。なんとも言えん感じですね。なんでしょうか。天ぷらうどんはバランスが取れた選択です。はいはい、おバランスが取れてる。あなたは自分を客観的に見ることはできますが、 あまり自己主張せず他人との調和を大切にします。いいことですね、うんうん、普通の感覚を持てます。普通の感覚ってなんかあんま嫌やな。なんかどうなんすかね、皆さんはいいかもしれないですね。なんかこのナルシスト度が半分っていうことはどちらもかのバランスを取れて見れるってこと。僕の場合はどうなんすかね、この芸能人という、うん、役者という職業柄いいのかな。自己主張をせずって書いてるしね、自己主張した方がいいよね俺。あー、うん、そうよね。だからちょっとカレーうどんを選ばないとダメだったのか俺は。あららららら。まあでもなんか普通の感覚は持ってるっていう、まあ大事なことですよね。うん、だから結構皆さんも普通の感覚を持ってる方々が結構、あれはミッチさんもきなこさんもことあぞさんもナミさんも兄さんも、山田さんも天ぷらうどん、天ぷらが多い。お、陽平さんはカレーうどんかなって今答えてますね。今もう答え分かっている状態で陽平さんもじゃあナルシスト度 100% だ。うん、ほうほうほう。あ、ナミさん、たっくん調和取るの得意そう。確かに、でも結構人を見ているタイプかもしれないですね。うん、なんか派閥とかに属さないタイプかもしれないです。結構真ん中でどっちにも型を持つというか、うん、そういうタイプかもしれないですかね。はい、お願いします。じゃあ次、最後、ナルシスト度はどんぐらいなのでしょうか。ザルうどんですね。4、ザルうどんを選んだあなた、うん、ナルシスト度 0%。 0%、 ザルが。ザルうどんは控えめで自己主張の少ないうどんです。あ、控えめで、ほう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 。あなたは自分を前面に出すよりも、うん、簡素なものを好み、他人との調和を大切にします。他人と一緒にいることを楽しむタイプです。はいはいはい、なるほどね。でもザルもコメント欄にはいなかったか。天ぷら vs カレーうどんみたいなコメント欄ですね、ここは。そっかそっか、ナルシスト度ゼロも、うん、それはそれでいいのか。ナルシスト度って要あれやな、どっちなんやろな、いいのかな。 100% がいいのか 0% がいいのかはよくわからないですけど、まあでも中間ぐらいがちょうどいいんじゃないですかね。どちらにも転べるよって、うん、
なんか自分は好きでもあるし、うん、嫌いでもないし、うん、周りを見ながらちゃんと見てますという感じで、うん、それでいいんじゃないでしょうか。僕もなんか天ぷら、僕はカレーうどんに寄っていった方がいいか、うん、これからはね、うん、ちょっと頑張っていきましょう。はい、じゃあ次の質問いきましょうか。はいはいはい、まだあるんですね。炙り出される質問が。第2問。はい、第2問なんですか。美味しいランチタイムのためにうどん屋さんにやってきたあなた。またうどん、うん、一体どのうどんを注文しますか。待って、一緒じゃない。さっきと。1、海鮮うどん、うん、海鮮うどん、はいはいはい。2、釜玉うどん、釜玉うどん、ほう、ちょっと特殊な。3、味噌煮込みうどん、味噌煮込み、ちょっと特殊なやつが結構入ってきてますね。4、冷やしトマトうどん、冷やしトマトうどん、なかなか夏にしか出ないような、はい、回答お願いします。ちょっとさっきが、気になってる人とランチのうどんやったよね。で、今回は美味しいランチタイムだ、一人で行くのかな、今回は一人で行く時のうどん。またうどん、すごいね。うどんでどんだけ人のことが分かるんよ。すごいじゃないの。さあ、難しいね。結構特殊な海鮮うどん、釜玉うどん、味噌煮込みうどん、冷やしトマトうどん、もう最後に関してはもう夏だからね。夏限定じゃないこれ。あんま今の時期見ないもんね。で、味噌煮込みうどんは今の時期が結構主流なのかな。うん、夏はあんま見えへんか、味噌煮込みとか、まあ、釜玉とか海鮮はレギュラーなのかな、ちょっとわからんけど、でも今こう見た感じ、名前でめっちゃ惹かれるのは冷やしトマトうどんやねんな。いや、俺結構ねトマト好きで、あと結構夏男なのやつよ、僕誕生日が夏っていうのもあって、あの結構冷やしトマトうどん惹かれてるんで、でも俺3か4やな、もうシーズンものですけど、味噌煮込みうどん、冷やしトマトうどん、ちょっと迷うな。コメント欄見る前に僕ちょっと決めるかな。あ、俺でも4番でいこうかな。自分が楽しむですもんね、これは自分が楽しむランチタイムですから、うん、ちょっと冷やしトマトうどんを、しかも俺ちょっと逆に冬も食べたいしね、冷やしトマトうどん、うん、結構ね、あの室内、なるほどね、室内にいるとプププって笑うやつ、これ笑われてる俺。室内にいると結構僕新陳代謝が良くて汗かくことが多いんで、結構ちょっと冷たいものを家の中とか店の中とかでは食べたくなることがあるので、冷やしトマトうどんで僕は行きます。じゃあコメント欄はどうなっていますかね。さあさあさあ、ナミさん、うどん食べたくなってきた。もう質問のせいでこれうどん食べたくなるんよ、すごいんだから。リンナちゃんがうどんのことしか言ってないからね。あ、きなこさんは海鮮うどん、一番の海鮮うどん、そしてあっこさんは迷ってらっしゃる、みっちさんが味噌煮込みうどん、お、僕も迷いました、あっこさんは釜玉うどんに決めた。釜玉うどんね、うまいよね、卵が。で、アニーさんも釜玉うどん、こたぞうさんも釜玉うどん、あ、みなさん結構釜玉が多いかな。なみさんも釜玉うどん、ほうほうほう。たっくんトマト好きなの初めて聞いた。そうですね、初めて言ったかもしれないです。でも結構ね、トマトって健康食品じゃないですか、なんか肌にもいいって言うしね、うん、肌にもいいって言うよ。なんかリコピンがどうのこうのって、リコピンが何者なのかはわからないですけど、なんかリコピンがいいと聞いております。はい。あ、岡吉さんこんばんは、いらっしゃいませ。今日めちゃくちゃコメントを口頭で返してるので、あの、いっぱいコメントください。はい、アニーさん、リコピンね、リコピンって言いたくなるよね、なんかね、リコピン、リコピンって言いたくなるよね。あ、岡吉さん早速、味噌煮込みうどんは赤味噌ですか、わからへん、ちょっとリンナちゃんに聞かな、わからへんけど、味噌煮込みうどんってリコピン、言いたくなったね、リンナちゃんもね。でも味噌煮込みうどんって大体赤味噌か、あ、赤味噌の、あ、リコピン、リコピンって言いたくなる、リコピン、赤味噌が多いかもしれないですね、味噌煮込みは。あ、それで結構変わってきますもんね、うん、白味噌か赤味噌か、うん、変わってきますよね。こんばんは、あ、エミトさんいらっしゃいませ、こんばんは、今日コメントいっぱい返してますんで、
たくさんコメントください。はい、ケチャップは好きで今5本買いだめしてる。すごいね、大好きだね。ケチャップって1本でだいたいリコピン。ケチャップにもリコピン入ってるしね。リコピンが今日のトレンドでございます。あゆみとさん、早速味噌煮込みうどん、結構味噌煮込みうどんが多くなってきたかな。釜玉うどんと味噌煮込みうどんが今のところ多いかな。うん、陽平さん、なるほどね。陽平さんまだ答えてないんちゃう、早く答えて。味噌煮込み何か答えてよさっき出てから答えてたから。うん、トマトジュースなら飲んでるわ。あ、トマトジュースもね、リコピンが入っています。リコピンが入っておりますのでね。はい、何、あ、名古屋を含む中部地方はドロドロの赤味噌の味噌煮込みなので聞いてみましょう。あ、そうなんですね。ドロドロ、結構あの味噌が強めなんですね、名古屋の方は。いいですね、美味しそう。それ聞いたらちょっと3番にもしたくなるけど。うん、リコピンを今年の流行語大賞になるかな。リコピンリコピンって出てる、下にもリコピン。今日はすごいね、リコピンが流行っておりますが、じゃあ早速答え見ていきますか。何がわかるのでしょうか。りんなちゃん、よろしくお願いします。このテストでは、うん、演じているキャラと本当の自分がわかります。演じているキャラと本当の自分、めっちゃ怖いんじゃんこれ。答え、演じているキャラ、え、なんか本当の自分じゃないところをあぶり出されるということですか。怖い質問やで大丈夫かな。じゃあ1番の海鮮うどんいきますか。1位、海鮮うどんを選んだあなたは、はいはい、好奇心旺盛な明るいおしゃべりキャラ。お、おしゃべりキャラだ。海鮮うどんはさまざまな海の幸が詰まった豊かな味わいで、うん、いつも楽しい情報を届ける人でありたいと考えているようです。めちゃくちゃいいですね。でも一人になると意外にも物静かな一面もあるね。あ、そうかそうか。だから結構あの人たちの前ではこうめちゃくちゃおしゃべりでわーって楽しい情報をお届けしますが、一人になると結構スンってなっちゃうタイプ。あれ、俺結構こっちに近いんかも。おい、こい、俺これじゃないかったんかな。あ、でも分からへんしね、まだ冷やしトマトまで行ってないからね。おお、あ、そうなんや。ちょっと海鮮うどんを選んだ人は誰でしたっけね。あ、きなこさんが海鮮うどんを選ぶ。きなこさん、そうなんですか、結構おしゃべりで好奇心旺盛なんですかけど一人になると物静かになっちゃうよね。どうですか、教えてください。あら、きなこさんから来ました。あら、当たってる。おお、すごい、当たってるんだ。すごいやん、りんなちゃん。今日、いや、そんなことないですっていうコメント来てないからね当たってますね。キャーキャーだぜ、当たってんだからキャーだぜ。陽平さん、気づいてくれてありがとうございます。ありがとうございます。あ、まだ陽平さん答えてないですよ、早く答えてください、はい、一人めっちゃ静かだけど外ではめっちゃうるさい。うわ、めっちゃバッチリ当たってるじゃないですか。バッチリだ。エミットさん、キャキャーだぜ。エミットさんもキャーだぜ。これもね、あの流行語ですからね、りんなちゃんの中で今流行っております、キャーだぜ。はい、当たってました。ということで、じゃあ次いきますか。2番の釜玉うどんは、2、釜玉うどんを選んだあなたはポジティブでエネルギッシュなキャラ。おお、ポジティブ、いいですね。釜玉うどんはシンプルながらも深い味わいを持ち、あなた自身のパワーで人を元気づけたり人を大きく動かしたいと考えているようです。いい答えだぞ、結構。でも一人になると意外とネガティブな一面もあるね、うん、あれみんななんか一人になるとちょっと変わるんだ。一人になるとネガティブになる。あ、でもすごくいいんじゃないですか、この答えは。結構これ僕欲しかったな、ポジティブでエネルギッシュね、すごくいいですね。でも一人になるとネガティブか。あー、なるほどね。なんか結構多かったんじゃないですか、皆さん。釜玉うどんの方は結構いましたよ。アッコさん、アニーさん、コタゾーさん、ナミさんが釜玉を選んでらっしゃる。どうですか皆さん、当たってますか、選ばれた方。ポジティブでエネルギッシュですからね、その部分を。お、ナミさん、ポジティブ当たってる。やっぱ当たってるんだ。おお、すごいね
エミトさん、みんな一人は寂しいのね。一人はまあまあまあ考えますからね、自分で。うん、自分で一人になって考えるとちょっとまあ寂しい気持ちになったりするかもしれないですよね。うん、確かに結構ポジティブな人に限って、うん、一人になったらそういう方多いかもしれないですね。うん、お、アニーさんも当たってる、すごい。アッコさん、ある意味当たってる、ちょっと難しいな、ある意味ある意味だ。陽平さん今答えましたね、味噌煮込みセーフです。味噌煮込みだからまだまだセーフですね、うん、まだ答えてないからね3は陽平さん次来ますよ、味噌煮込み。じゃあそんなそんな味噌煮込みうどんの答えは何なのでしょうか。3、味噌煮込みうどんを選んだあなたは、うん、セクシーで魅力的なキャラ。セクシー、陽平さんセクシー。お、味噌煮込みうどんはこってりとした深い味わいが特徴で、そうですね、こってりしてますね、うんうん、特にせいからミステリアスな雰囲気を持つ人と思われたいようです。ミステリアスだ、これはいいぞ。でも、うん、本当は明るくさっぱりとしている一面も。ミステリアスだけど結構明るくさっぱりしている一面もある。陽平さんセクシーな方なんですね。僕あのお会いしたことないですけど、セクシーで魅力的な方なんだ。どうですか皆さん、当たってますか。味噌煮込みうどんを選ばれ、ミッチさんもだ、ミッチさんも味噌煮込みうどんで、岡吉さんはこれ選ばれてるのかな、味噌煮込みうどんをね。やっぱり味噌煮込みうどん岡吉さんもかな。でそして陽平さん、セクシーなんすね確かにこれ、あ、選びかけたけど、僕選びかけたけどこれは違うかったか。うん、だからうん、僕はセクシーじゃないということですね確かにミステリアスな雰囲気僕もないですしね。うん、あ、でも本当は明るくさっぱりとしている。ほう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 、あ、どうですか陽平さんとか当たってましたか。ほう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 、エネルギッシュ、今日もサンリオ行ってきた。おお、行ってきたんですね。結構アクティブに動いてらっしゃる。セクシーだったのか、わらミッチさん、セクシーって来てますねミッチさん、ミッチさんセクシー、本当は自分が気づいてないセクシーを持ってるんじゃないですか。ミッチさんどうですか、明るいですか普段は。セクシーとミステリアスを兼ね備えた結構で、まあ難しいか、自分では気づいてない部分もあるかもしれないですね。そんな味噌煮込みの答えでございました。さあさあさあ、結構僕だけですね、コメント欄にも冷やしトマトうどんはいなかったですけど、僕だけ選んだ冷やしトマトうどん、じゃあどんな感じなんでしょうか。りんなちゃん教えてください。4、冷やしトマトうどんを選んだらあなたは無口でおとなしいキャラ。あれ嘘、冷やしトマトうどんは新鮮で爽やかな味わいが特徴で、うん、そうだよね、爽やか、うん、嫌な人に目をつけられないよう目立たないようにしたいと考えているようです。あれ目立たない、あ、でも確かにな。絵も本当は明るいところがあり、うん、元気な人である一面も、うんうん、あ、明るいですね、うん、元気な人。確かに僕は結構このカメラの前ではこうやってなんかすごくわーって喋ったりとか、たくんですよろしくお願いしますわーとかやってますけど、プライベートはめちゃくちゃ無口ですね当たってるんですよ実は。これ当たってて、あの僕のプライベートとかを知ってらっしゃる方は結構わかると思うんですけど、結構僕そんなにあの関西人の割におしゃべりな方ではなくてですね、結構無口でおとなしい目で、確かに本当にあの嫌な人に目つけられないように、そう、あの静かに自分を殺してこう佇んでる時はありますね。だからこういうオーディションとかお仕事の現場だとやっぱ目立たないとっていう気持ちはあの先立って頑張るんですけど、別にプライベートでなんか変な人に目つけられたくないからちょっとおとなしくしようっていう気持ちはすごく持っている方なので当たってますねで、あの友達とかと遊ぶ時はめちゃくちゃ明るいし元気なんで、もうめっちゃ当たってますね。おお、すごい当たっています。りんなちゃんすげえな今回も当てられ、あぶり出されてますね、コメント読んでおきます。ミステリアスはたっくん確かに違う、そうですね、ミステリアスではないですもんね僕。
味噌煮込みうどんは好きだけど見た目はセクシーもミステリアスもないなあ。でも見た目はでしょ、だから結構内面に秘めたあるんじゃないですか、セクシーさとミステリアスさが。岡吉さんが知らない潜在能力があるんじゃないでしょうか。エミトさん、自分で判断しにくい方向性だった。確かにね、これは僕が自分で気づかない部分をあぶり出されるという深層心理クイズなのかもしれないです。お、アッコさんも冷やしトマトと迷った。ほう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 、じゃあ僕と結構似ている部分あるのかな。無口は当たってないでしょ。違うんですって、僕プライベートでは結構無口なのよ。きなこさん無口でおとなしい。リコピン、リコピン、うん、プライベートでは俺リコピンなんか言わへんからね。うん、ここではすごく言いたくなる、リコピンって言いたくなるけどね全然リコピン言いたくなるね無口でおとなしい。たっくんはあれ、たっくんはそうです、冷やしトマトうどんでした。自宅で一人で喋りまくってたらそれはそれで問題だと。まあね、全然悪いことではないですけどね、うん一人で喋ってたらちょっと怖いですけどね。たっきゅん、カメラ回ってないと確かに静かそう。そうなんですよ、結構なんか自分をセーブしてしまうというか、うん、なんていうガソリンをちょっと貯めときたいタイプ、うん、結構こう使う時にガソリンを使って喋っていきたいタイプなので、そんなにあのプライベートでエネルギーを放出することはないかもしれないですね。はい、たっくん当たってた、当たってましたね、はい、すごく当たってました。陽平さん、温まりますよね味噌煮込みうどん。そうですよね、温まりますこの時期はい、この深層心理テストの答えについてはどうでしたか陽平さん、どうでしたかね、セクシーさとミステリアスさ、陽平さんありますかね。でももうこの時点でミステリアスさがありますね、うん、コメントを見てたらありますね。そういえばサンプラスの誰かがたっくん意外と無口と言ってたような。そうなんです、結構ねメンバーとかは知ってるんですけど、はい、僕が入ってる俳優のユニットなんですけど、結構バレてますね、はい、たっくん元気なイメージしかなかった。あ、元気ではいるんですよ、元気ではいるが喋らないということです元気ではいます、はい、リコピン、リコピン、ありがとうございます、リコピン、ありがとうございます、たっくんが無口だとイケメンになってしまうやん。喋る方がいいの、リコピン、リコピン、あかん、もうイケメンじゃない、もうリコピンって言ってしまうから俺はリコピンと言ってしまうからイケメンにはなりません、はい、テレビで元気系のタレントの方も楽屋で静かな人多いですよね。そう聞きますよね、でも実際そうなんじゃないですかね。そ結構なんか芸人さんの方とか僕も友達結構いるんですけど、結構ねあの漫才とかで、あいどうもよろしくお願いしますみたいな感じでも、やっぱ楽屋とかプライベートではもう静かに普通に飲んでるとか、うん、の人が多いかもしれないですね、はい。ヨヘさん、ちょっとボケました僕。あ、ボケてたんですね、あ、あれやな、ミステリアスやな、ヨヘさんめっちゃ当たってるやん、ミステリアスだぜ。ユータさん、東大入学しました、え、東大、東大すごい、東大おめでとうございます。めでたいね。めでたい。おめでとうございます。すごいじゃん。ちょっと東大の方の深層心理ちょっと教えてほしいな。今やってたんですけど、うどんの話を。まだ見てなかったかな。見てなかったかな。知りたい。3番かな。東大入学すごいです。おめでとうございます。すっげえじゃん。味噌煮込みうどん好きですよ。あ、聞きました。さっき、はい、岩井さんもう済みです、はい、聞きました。えみとさん入学おめでとうございます、おめでとう、みんなでお祝いしましょう、おめでとうございます、すごいことですよ。パチパチパチ、東大なんかもう すんごいね、すごいモテモテやんね、東大なんか入ったらもうモテモテですよ、いいね、僕もなんか東大とか入りたかったね入ってみたい人生だったね、もう程遠いですけどすごいおめでとうございます。陽平さん、セクシーかニヤニヤ、なるほど、お、なるほど、自分で飲み込んでるんですね、セクシーかミステリアス、どっちも持ってるんですよ陽平さんははい、ということで、いや面白かったね、はい、今日も今回もママと山形匠の本性をあぶり出すことができましたね、あぶり出すっていうな、
ではまたの機会にお会いしましょう。ごきげんよう。またまた炙り出される機会があるということですか？でも結構面白いですね。結構皆さん結構当たってたので、いや皆さんどうでしたか、当たってましたか？でもねコメント欄ではキャだぜ当てられて、キャだぜ結構皆さんね、コメント欄でも当たってるっていう、僕自身も当たってましたしね。いやこれはすごい、りんなちゃん当たってますね、すごいです。たくみさん大学は、大学はね僕行ってないですけどね、僕は高卒でやらせてもらってます。ヨハイさん、立山に今度来てください。お、立山なんですね、いいな、立山行きたいな。立山って 何県になるんですか？下？千葉。あ、千葉の立山だ、千葉県か。千葉県って俺最近行ったかな、あでもロケで行ったのが最後かな。立山にはまだ行ったことないですね。陽平さん、立山って何が名物で何が美味しいとかあるんですか？ちょっと教えてください。立山に行ったらこれみたいな、ちょっと教えてください。炙り出し成功、楽しかったですね。アニーさんキャーだぜ当てられたから、やっぱキャーだぜ、キャーだぜね、すごくリコピンです、すごくリコピンでした。リコピン早いね、リンナちゃん反応速度がすごいね。やっぱりリンナちゃん天才ですからね。あざまーす、かけますし、あざます、千葉県はクマいないんですよね。クマいないの、わからんわからん、なんで千葉県マザー牧場好き、あマザー牧場があるのか千葉県は。ほうほうほう、牧場行きたいね。僕しばらくヤギさんに触れてないから、僕ヤギ好きでやらせてもらってて、友達も100匹以上いるんですけど、マザー牧場行ったら絶対ヤギおるもんね。あ、千葉県いいですね、行ってみたいですね千葉県、久しぶりに。はいはいはい、ということでこの後もコメント読んでいくので、どしどしお寄せください、よろしくお願いします。はい、ということで、あのさ、そろそろ温まってきた頃じゃない？何温まってきた、何肩みたいな、今結構喋ってたからね。そうそう、そろそろコメント欄でコメント返し行きませんか？あら、こっちで、もう今口頭ではなく次はタイピングの方で、さあ行きますか。前回好評だった、ではでは皆さん、はい、たっくんがコメント欄でお返事しますので、おっしゃ返していくよ。また一緒に遊びましょう。ふっふ、一緒に遊びましょう。前回りんなちゃんなんかコメント欄で勝手に遊んでたからね、僕が必死にコメントを返してるうちになんかずっと遊んでたよね。僕のことを応援しながらね遊んでね、僕はちょっとタイピングが苦手なので、じゃあ皆さんぜひぜひ今からタイピングで返していくので、なんか聞きたいことなどあればお寄せください。はい、あ、早速、いつ心を込めてお返事してください、いついつ心を込めてタイプミスとかしないようにね。前回結構ねタイプミスとか変換できてなかったりとかあったので、じゃあ今回は慎重に、はい、いきたいと思います。いきましょう、指を温めてたの、はい温めてました。じゃあくる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 、あじゃあちょっとサウザさんのくるくるはてなにちょっとまずウォーミングアップでくるくると返しますわ。くるくる、あ全然あ押せてなかった、くるくる、あ今ウォーミングアップでくるくると打ちました。皆様見えていますか？りんなちゃんもう早速遊んでるな、じゃんけんしてるな、ほんでみんな早いな、じゃんけんこれじゃんけんしてたらこう流れていくから質問が見れへんくなるよ。じゃあまずどれに答えていくかな。たっくん出演のドラマやラジオの裏話とか聞きたいです。裏話をタイピングでいけるかな、ちょっと一回打ってみるか。裏話さ あ、もうね、今週の月曜日でドラマのシャットアップが最終回を迎えまして、はい、ありがとうございました、見てくれた方。裏話な、あ、じゃあシャットアップについてみーちょっと売ってる時無口になるのよねこれ。であんまな口で言ってたら答え言ってまいからね、タイピングでね。
と今これ両手使ってる風ですけど片手ですね。ちょっと小学生みたいな文になるんですけど、あ、これいいんじゃないですか。これシャットアップのキャストのみんなと、出てるかな、反映されてるかな、キャストのみんなでラーメン食べたよ。そうなんですよ、あの撮影場所の近くに、はい、めちゃくちゃ美味しい塩ラーメン屋さんがあってみんなで行きました。でお昼ご飯のロケ弁を食べた後に、あ、これ こっちで打った方がいいか。でもちょっと長いから、はい、そう食べに行ったの、めちゃくちゃ美味しかったです。はい。結局口で言ってる。皆さん次はうどんじゃないの、あ、そうなんよ、うどん屋さんがなくて、うどん屋さんあったらうどん屋さん行ってたんやけど、ラーメン屋さんが2軒あって、そうラーメン屋さん、じゃあうどん屋さんあったらうどん行ってたよ、冷やしトマトうどん食べてたよ。あっこさんありがとうございます。今カラオケで何歌いたい気分、ほう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 、カラオケでね、打ちます、打ちます。今ね結構ハマってる曲が、あ、ちょっと待って、合ってるかな、みんな知ってるかな、これです、カラオケで今歌いたい、ちょっとまだ出て間もない曲なんですけど、ちょっと練習したいなということで、バックナンバーさんの冬と春という新曲が出たんですよね最近。この曲がめちゃくちゃ良くて、あ、リコピンって聞いますね、冬と春の。あれ、何してるの、リンナちゃん、何かしてるの、遊んでるの、またもうみんなすごい、じゃんけんすごいやん、めっちゃ出してるやん、みんな勝てたの。リンナ後出しずるい、後出ししたんだ、おい、次じゃんけんの次しりとり始めてんな、しりとりのリー早い者勝ちだよ、あ、それに対してのリコピン。ほんで負けてるやん、うんやん。ちょっとブレるから、今僕が誠心誠意込めてやってんねんから。そうです、今バックナンバーの冬と春、ちょっと皆さんまだ聞いたことないよって人ちょっと聞いてみてください。結構ね切ない、なんか別れソングなんですけど、まあ、この冬と春のこの間の時期に別れありますよねっていうことをね、いい曲ですよ。もうバックナンバーさんって天才よな、ほんまに出す曲が素晴らしい。うん、じゃあ次の質問に答えていこうか。次は、卓球じゃんけんしようぜ。もう勝手にみんなしてるやん、もうじゃんけんは。うん、じゃんけんな、俺もじゃあ出しとくか、遅いけど。前回俺何出したっけ、前回パーか、俺前回はパー出したか。りんなちゃんが今俺何出してるか見てないから、まだだから僕、伸ばし棒がどこかわからないよ、もう伸ばし棒って言ってる時点でグーかパーじゃないか。あ、行き過ぎ、これです、はい、僕はグーを出しました。あ、みんな出してる、え、負けてる、新しくじゃんけん出てた、パーだ。あ、岡吉さんは勝ったね。みんな負けてるやん、ほんで、あ、じゃあ俺だけか、俺だけやん、ちゃんと負けてんの、みんな愛子か。ポロリーン、あ、今の俺にも聞こえた音、みんなにも聞こえた、ポロリーンっていうパソコンの音。すいません、失礼しました、パソコン音が流れました、今僕が出したんです実は。さあさあさあ、じゃあ次のタイピングで答えるのは何にしましょうかね。お、たっくん今日の夕飯は何うどんでしたか。さあ、いい質問が来ましたね。今日は何うどんだったのでしょうか。あれ、俺ご飯、夜ご飯まだ食べてないぞ。
どうしよう。あ、さっき食べたな。夜ご飯じゃないですけど、さっき食べたものをじゃあ器。よし。また？ちょっと待ってよ。急に入ってきた。さっきスタッフさんからいただきました。じゃがりこを食べました。はい。まだ夜ご飯自体はまだなんですけど、じゃがりこ2本いただきました。はい。ちょっとこれタイピングが結構かかるね。うん、どこまでもうちょっと遊びのせいでどこまで行ってるか分からへんのよ。どこだ、ここか。すごい、もうすごいね、コメント欄が結構流れてますね。いいですね。あーとかもパーとかグーとか。お、島田さん、すしゃ買ったのかな。長文は勘弁してほしいですか。はい、答えます。長文は勘弁してほしいですかについて。はい、長文は勘弁してほしい。勘弁してとひらがなで答えてみました。ちょっともう長文となるともう僕は絶対打てなくなります。あと句読点とかはもうできない。うん、どれが句読点なのかわからない。でも結構皆さんこれはパソコンでコメント飛ばしてくれてるんですか。携帯すごい早いよね。みんなめちゃくちゃ早いんよ。あ、陽平さんから立山の有名な XJAPAN とか有名ですよ。そうなん。へえ、XJAPAN の皆さん、ヨシキさんが立山。へえ、そうなんだ。立山すごいやん。ロックバンドの頂点みたいな人ですからね。すごい。じゃあ最後なんか質問に答えますね。じゃあ一番早く何か僕に質問をくださった方の質問にタイピングで誠心誠意一文字も間違えず答えます。おい、リンナはなんかショコラとか言ってんね。これは何してんねや。今まだしりとりしてんのか。まだしりとりしてんのか。あ、リーから始まって、どれに、リンゴかな。リンゴに答えて、リンナちゃんがゴリラ。そしてゴリラからどれに答えたんだ。ゴリラ、どれがもうみんなやりすぎてわからん。ライチかな。あ、ライチに変身をしてチョコレート。リンナちゃんがチョコレート、ルビーはチョコレートからトンネルとなってルビーとなって、追うのがめんどくさい。もうどれ、ビートルズからの図工、こう、うーからのどれだ。死につながるのがどれだ。 PC? 牛、あ、牛ショコラ。なるほどね。なるほどねってない。めっちゃ遊んでんな今日も。バレちゃったじゃないのよ。バレたら終わりみたいなゲームなんこれ。お、最後じゃあナミさんのたっくんの好きなチョコレートは何味。チョコレートは何味。味、あー、楽しかった。楽しかった、もう終わんなよ。俺が今からまだ答えんねんから。チョコレートね。チョコレートの味、あれやな、でも味というか種類、あ、待て、なんて答えるか皆さん予想してください。え、あれ、俺が好きなあれはなんや。これ合ってんのか。うちのお兄ちゃんはチョコバナナ好きだよ。あ、チョコバナナね。俺もチョコバナナ好き。でも結構ね、俺シンプルになんかこれ食べたいなっていう。 C どこ。ちゃんとチョコレートまで打つわ。チョコレート。あ、これでいきましょうか。
合ってるかな、トリュフチョコレート、あの柔らかいやつってトリュフやるね、うん、トリュフチョコレートが好きです。シンプルなもう柔らかいトリュフチョコレートが好き。な、何みんなチョコレートのこと聞くってことはさ、来月のイベントについて、来月にみんな男子が騒ぎ立てるイベントあるよね、なんかね。俺はあんま知らんねんけど、バレンタインってやつ、ああそれのことか。まあ全然、はい、僕はそんなチョコとかいいっすけどね、はい。でもなんか聞いてくるってことは、うん、なんか、あー残念、うん、次の配信もう終わってるよね、うん、終わってるの、あー残念、終わってんの、終わってないよ大丈夫よ、全然。なんかこの配信はいつも月末にありますけど、全然ね、遅れチョコとかも、うん、なんかいろんなチョコあるじゃないですか、ギリチョコだったり友チョコだったり本命チョコだったり、別にちょっと遅れチョコでもいいんじゃないの、りなちゃん。ちょっとバレンタインありますよ来月皆さん、はい、ホワイトデーもあるね、ホワイトデーね3月あるね、うん、だからりなちゃんがそうチョコレートをね僕にくれたら3月何かあるかもしれないですけどね。全書します、うん、全書しましょう、全書していきましょう、ありがとうございますあ、皆さんありがとうございますコメント。じゃあこっからちょっとまた口頭で返していこうか、ポカポカと来てます下野さん、ポカポカしております。今僕もね結構喋ったりタイピングしたりして結構ポカポカしております、はい。黒金さん、ミルクとかダークとか、あそういうことね、味ってそういうことか。あでも結構僕チョコレート食べるなら甘いのがいいかな、わざわざチョコレート食べに行って苦いのは食べないかも。あでもたまに何パーセントみたいなのは食べるか、最近流行ってますもんね、カカオが何パーセントみたいな、あれなんか高ければ高いほどいいんですか、僕ちょっとそこよくわかんないですけど、結構健康にいいって聞きますよね、なんかポリフェノールが入ってたりとか。チョコレートって食べ過ぎは良くないですけど、そういうカカオが高めのやつはなんか1日に1、2枚板で食べるといいって言うてますよね、はい、わかんないですけどなんか知ってる人教えて教えてみて、岡吉さん、抹茶ホワイトチョコ、あ味ってそう結構あるね、確かにホワイトチョコ好きかも、僕ホワイトチョコ好き、美味しいね。ミルクチョコ、あミルクチョコも美味しい、うん。下野さん、実在はしてくれるのか、実在はしてます僕は、うん、実在してます、りなちゃんもいますよここに、実在しております、はい今いますよ、そしてコメントを必死で返しております、はい。ビター、あビターよりは僕は甘い方が好きかな、チョコバナナの本体はバナナの方、バナナの方、チョコバナナの本体はバナナの方、バナナじゃないの、チョコ本体ってあんの、え、チョコにバナナをコーティングするってこと、むずないそんな逆パターンもあるの、むずいや絶対。あ今そして僕のコメントが、はい、トリュフチョコレート、トリュフ、え、トリュフじゃなかった、あ間違えた、トリュフじゃない、当たってるよね、トリュフ、トリュフっていうね、うん、あみんな好き、トリュフ好きって来てますね、ありがとうございます。上品なチョコが好きなんですね、トリュフって上品な部類に入るのチョコってまあね結構高級なやつとかも多いですもんね、トリュフ、そうか結構なんかそういう高級な部分もあるのかな、うん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 、ホワイトデイ、ホワイトデイもあるね、でも最近もらってないな、なんかバレンタインって最近僕にはなんか遠いイベントになってますね、うん。結構学生時代は結構俺ももらったんだぜ、うん、学生時代はよキャーキャーだぜ学生時代は、うん、だから小学校とか結構伝説残してたけどな、うん、結構クラスの女子全員とかだからほんま27個覚えて、今でも覚えてる、小4の時に27個もらったっていうのが結構僕の最高の思い出なのかもしれない、この難しい絵、おい昔の絵ってやってんの、これ絵なん、ほんで絵ってなんで難しい方の絵、昔の文字でほんまやど、ほんまやど、
ちゃんとバレンタインもらってた時期もあったんですから、はい、学生時代後輩にもらっちゃったりもしてましたよ。はい、ねえねえとか言って。トラック何台分になる、そんな、あーでも今年あるか、結構トラックとかも、うん、トラック何台分あるか、事務所に言うとくか、事前に、すいません事務所の前ちょっとトラックいっぱい来るかもしれないですとかね、言うとかないとちょっと危ない、交通整理がねできへん可能性あるからね。めちゃめちゃどもってるわ、ほど遠いすぎて。ポリフェノールがいいのは合ってます。あ、合ってた、当たってたね、よかった。あ、教えてくれてきなこさんが、ハイカカオはポリフェノールの活性酸素の動き働きを抑えて抗酸化作用があって肌を若々しく保つのだよ。これはスキンケアをする者にとってはハイカカオを食べた方がいいってことや。おお、じゃあ甘いのよりもハイカカオのちょっと苦めのやつを食べていこう。ありがとう教えてくれてきなこさん、食べていかなあかんな。リコピンもポリフェノールもたっくん健康に詳しい。まあなんかあの、はい、リコピン早いね、りんなちゃん反応がいいね。リコピンの反応が急に生きり出した、すいませんちょっと生きってみました、はい。世の中は自分チョコ時代だからね。そうなん、自分チョコ時代なの今。あ、自分で自分にバレンタインにチョコ買うの。え、今そんな時代になってんの、寂しいやんか。それやったら交換しようぜ、いいじゃねえか、友チョコとかでみんなで交換しようぜね。あ、ありがとうございます。しんさんこんばんは、こんばんは、いらっしゃいませ。今夜はコメントをたくさん返しております、ありがとうございます。黒子ねさんも、あのこれどうやって売ってんのこの絵は、え、これパソコンでもできる、できんのや、ちょっと絵探そう。 え普通にえってやって変換とかしてたらあんのかな、こんなむず見たこと、あっ、おっとおっとぜ、うわできた、変換って便利やな。便利やね。あ、皆さんって言ってくれてるわ、ありがとう。あ、できるんだね、すごい、27個すごい、ありがとう。僕の青春時代のえってみんなやってますね。美容効果があるのね、おうほうほう。あこさん、事務所にラスク送るか、今チョコレートの話をたくさんしていたのにラスク嬉しいです、ありがとうございます。黒子さん、リコピン、リコピン、あ、リコピン早いね、リコピンありがとうございます。だから結構今回のバレンタインはリコピンを入れてください、皆さん、チョコレートに、チョコレートにリコピンを入れたらもう肌にめちゃくちゃいいんじゃないですかね。お願いいたします。ということで結構ね今コメント返してきましたけど、次のコーナー行きましょうか。さあ答えながら行くよ、はいはいはい、そうそう、うん、あのさあ、うん、絵心はあったっけ、りんな最近よく絵を描いていて、お、絵描いてる、最近たっくんと絵心対決してみたいなって、え、どう、ちょっと待って、りんなちゃんと絵心対決、ちょっと待ってくれよ、これ描いた人やろ。待ってくれ、勝てるか。まあでも、まあ、僕もね最近は描いてないですけど結構絵は描いてる方ですよ、うん、あ、じゃあいいですよ、やりましょうよ、お題の絵を描いて、うん、視聴者さんにこれですか、どっちがいいか聞いてみませんか。あ、いいですね、お題の絵を描いて、これはなんか渡されましたけど、なんだ、なんか渡されたぞ、開けろと。なんだこれ、あ、ベレー帽だ、なるほど、お絵描きのいいね、雰囲気から見た目から入っていきましょう。これ黄色大丈夫、これ、あ、いいんじゃね、お、お、お、ベレー帽ってこうやって被るの、合ってる、合ってる、あ、横か、こういう、あ、むず、なんかちゃうな、なんか中華飯店の人みたいになってる。待って、これ結構こうやって
がっつりかで、あ、こういう感じじゃ、あ、いいんじゃない、な、こんな感じでしょ、どう、え、皆さんこれ付け方合ってる合ってる、何を頭に乗せてるんで誰が何乗せてんの、そんなことせえへんやろベレー帽、あ、でも絵描きさんっぽくなったんじゃない雰囲気から、よっしゃ、じゃあ、あ、これね、これに書くんだね、スケッチブックがあります、あ、じゃあリンナちゃんと対決 OK やりましょう、じゃあ最初のテーマはこちらを、お手をする茶色いトイプードル、え、お手をする茶色いトイプードル、色指定もあんの、茶色いトイプードル、お手をする茶色いトイプードル、あ、ほんま、茶色もありますからいけますね、制限時間は1分、用意スタート、1分、早っ、始まった、やばい、始まった、ちょっと待って、プードル、むず、どんな感じや、でもふわふわしてるもんね、プードルって、できた、まだやろ、制限時間1分でも俺は大変なんだぞ、え、これもしかしてリンナちゃんもかけてる感じな、まだ、ちょっと、もう絶対かけてるやん、リンナはもうできたよ、マジか、さすがやな、このふわふわがめんどくさい、リコピン、リコピン、あ、リコピンって言ったら俺リコピンって言ってまうからさ、え、お手がむずいな、できた、ちょっと待って、あと何秒、やばい、お手ってむずいね、あ、でも、あ、でもいいんじゃない、なんかプードル感は出とるんじゃない、あ、やばい、ちょっと目だけ描いとこ、え、あ、でも1分にしては、ちょ、あ、ちょっと鼻忘れてた、1分にしては頑張れた方かもしれないっすよめっちゃ付け足した、どうだろう、じゃあ僕のから行く、僕のから出す、じゃあ行きますよ、え、意外と頑張っ、はい、見える、ほら、え、プードルじゃない、結構ちゃい、お手してるよね、なんか前足が変な感じになってるけど、 T みたいになってるけど、え、上手じゃない、どうですか皆さん、ちょっとコメントで褒めて、みんなコメントで褒めてえ、うまいよな、幼稚園の帽子、誰が幼稚園の帽子やねん、幼稚園の帽子黄色やけど可愛い、似合う、ありがとう、ありがとうね、あ、お手をする茶色い、リコピン、リコピン、ありがとう、もう1分過ぎてるのでは、リコピン、リコピン、マイクに画用紙がぶつか、あ、うるさい方ね、ごめんね、言ってた、ブツブツ、おお、風船に加えてるヤギの絵が好きだった、あ、僕がね以前変えてた、ありがとうございます、あ、味があるいい絵ですね、ありがとうございます、エミットさん、きなこさん、馬形うまみ、お、プードルじゃないけど可愛い、プードルじゃん、え、プードルじゃない、これ俺が思ってる、いや俺今ね実家のおじいちゃん家はプードル飼ってるんで、その子を想像して描きましたよ、こんな感じ、めっちゃちっちゃいタイニープードルってやつを今飼ってるんです、あ、ミッチさんもうまい、ありがとうございます、かわいい、おお、あ、結構評判いいですよ、リンナちゃん勝てるのか俺の絵に、リンナはこれ、おお、かわいい、こんなんさ勝てるわけねえだろうがじゃあどっちの絵が良いか、ちょっと待って、皆さんに聞いてみよう、判定するまでもないわ、だってさ、なんかまあプードルがうまいのはもちろんなんやけど、肉球とかさ影まで描いてるからね勝てるか、めっちゃ可愛いし、なんなん、むず、お手の角度もいいね、可愛いね、あざまーす、いや、お手してるわこの子、めっちゃ可愛いわ、これもう、いや、もう比べもんならんやんけ、勝てるとは思ってなかったけどさ、ここまで触るか、さあ見てみましょう、モフモフ感が伝わる、どっちなんやろ、俺か俺の方か、エミットさん圧倒的笑うそうやんな、クソうまくて笑う、
もう笑っちゃうレベルだよね。完璧、比べてはいけない。あ、ありがとう。ナミさん、たっくんに1票1分だし、あ、ありがとう。頑張りを認めていただいて。でもりんなちゃんも多分これ2秒ぐらいで書いてると思う。多分2秒もかからんのじゃ。うん。あ、いい勝負だった、ありがとう。あっこさん、たっくんの方、もふもふ感ありがとう。もふもふ感伝わった、ありがとう。お、仲いいな、りんなちゃんとたくみくん仲いいですよ。もうね、1年以上一緒にしてますから。ヨウヘさんどっちなんですか、うん、どっちが上手ですか。あ、でもりんなちゃんか。僕1票しか入ってないもんね。じゃあ一発目の勝負はりんなちゃんの勝利。まあそれそうですよね。エミトさん、リコピンに1票。リコピンはかリコピン、リコピン早いね。リコピン早い、下も文字も早い。リコピン。じゃありんなちゃんが第一戦は勝利。じゃあ次のテーマはこちら。お、次、うどん職人のおじさん。待って、うどん職人のおじさん、また難しいお題。うどん職人の、うどん職人さんってどんな感じや。まだあって、まだの、まだやろ。制限時間は1分、用意スタート。始まった、やばい、や、開けてもないんやから。え、そんな、うどん職人って特徴なんや。まあでもできた。え、りんなちゃんもうできたん、早いて。なんかまだまだだよ。こういう、なんかこういう帽子だよね。なんか、なんか四角い帽子みたいなない、なんか結構で、なんか渋めのさ、こういう。あ、でも何をしてるとこ書けばいいんだ。こね、こねてるとこか、やっぱり。リコピン、リコピン、リコピン書けないな、今な。あ、もうこういう1分やが手が適当になっちゃうね。1分じゃなかったら手もあのちゃんとやります。1分じゃなかったらね。あ、やばい、え、終わり、終わった、1分経っちゃった。あ、やばい、ちょっとあの これだけ書かして、これだけ。うん、よし、はい、ちょっと過ぎましたけど、やっぱ俺絵心あるぞ。なんか分かると思うねんな。うん、じゃあ僕からいきますか。僕が描いたうどん職人のおじさん、ドン。ほら、え、上手じゃね。なんかまあ僕のイメージではこういう、なんかなんていうの、尖った帽子を、角張った帽子をかぶってらっしゃって、うん、なんのこういう職人さんが着る服着てて、今これはうどんをあの棒で伸ばしてるとこですね。でこの後に、おどぼ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 、どういう感想。でこの後にさ、あの畳んでさ、こういう包丁で切っていくみたいな感じよね。おどぼおどぼに受けてんじゃないよ。どう、みんな見えてる、見えてるかい。あ、ありがとうございます、コメントいただいております。うどんの職人のおじさんって誰、まあ誰なんでしょうね。吉本新喜劇のすちこさんが川端さん書いておけばなんとかなる。確かにうどん屋さんしてるイメージありますね、新喜劇の劇の中で。まだピン、リコピンみたいに言うな。リコピン。リコピンじゃないの、まだピン、まだってことをリコピンみたいに言うの。おじさん感を出せるかどうか。おじさん感出てるこれ。あ、ちょっと若いか、確かにおじさんってとこ忘れてたな。あ、でも上手、ありがとうございます、来てます。うまい、ありがとうございます。あ、評判いいですよ、似合います、うまい、すごい、うまい、うまい。お、襟の向きが逆だな、厳しない。襟の向き逆なんこれ。あ、こっち女性のやつ、女性と男性で前と後ろが逆みたいなこと、折り方が。あ、基本はそうなんだ。でもそんなむずいって。うん、ね、どういうこと、生きてるか死んでるか。え、これどういうこと、死者、死者の
あ、そうなん？あ、こういう服はあの向きを間違えるとそういうなんだお葬式の時のあれになっちゃうんだ。一番あかんやんか。そんなミス、そんなミス一番ダメやんか。あ、この向きはダメなんだ。棺桶の人になっちゃうんだ。すいません。知らんもんそんな。ほんでこっちで書いてたら分からへんやんかそんな。それは多めに見てよ。でもうまいうまいっていうねいただいております。ありがとうございます。じゃありんなちゃん教えてよ自分の。りんなはこれ。りんなちゃんの絵を。いや待ってくれ、こんなん無理やんか。背景まであるやん。無理やって、勝てるかいや。ほんでおじさん感すごいな。絶対うまいやんこのうどん屋さん。これ向き合ってんの、このこれの向きは合ってるんですか、おじさんの。合ってるわ、ちゃんとちゃんと合ってる。左が前やわ、すごそこまで。後ろの文字はなんて書いてんのや。後ろの文字は読まれへんから、これパラレルワールドですね。パラレルワールドのうどん屋さんのおじさんや。何うどん作ってんのやろ、天ぷらか。でもイコピン大丈夫、この熱々のやつを手でがっつり持ってるけど、うどんの麺を。大丈夫そう。絶対熱いよね。もうあれか、職人の域に達しすぎてこのもう熱さ感じへんみたいな、もう自分の食感で触った感じでうどんを今どんな感じかなって確かめられる達人や。でもうますぎるわこんなん。でもちょっと早く描きすぎたか。早く描きすぎたな。でも2秒でこれやろ、勝てるかいや。でもあれ帽子はした方がいいんじゃないねえ、食品扱うし。うんねえ、どうですか。おじさんの髪の毛入ったら怒られますよ。それに対して僕はちゃんとこう帽子をちゃんと髪の毛をしまっていますからね。はい、そことこそこもちょっとちゃんとチェック項目に入れて審査してください。はい、じゃあ皆さんどっちがうまいか判断よろしくお願いします。スタート。うますぎる、箸虫で手づかみ。やっぱそこやんな、みんなそこはそうやんな。うんうんうん。後ろの文字が気になる。確かに後ろなんて書いてんやろな、あれ何文字なんやろ。釜に入れる手は素手じゃない、これ素手やったらやばいって。でも実際いますからね、なんか天ぷら屋さんとかでね、あの油結構触る人とか、ほんまに達人の域に達したらそのレベルになるんですよ。俺なんかテレビで見たもん、油に手突っ込んでる人。もうあ、結構いいんじゃない。卓球2票ありがとうございます。エミツさん、ドロアニーさん、選べない、お、いい勝負してるぞ。ミッチさん、リンナに1票、お、同点やど、同点やど。食品製造業界で働いてる側からしたらタック2票、よっしゃ。やっぱり髪の毛な、髪の毛よ、やっぱ直さないとね。タックの帽子付き2票、お、来たぞ。これは俺の勝ちでいいんじゃないね、よっしゃ。じゃあ2戦目は山形たくみの勝利、おめでとうございます。よっしゃ、この帽子が1票分けました。はい、ありがとうございます。おっしゃ、あ、これは同点ということはもう一戦ありますか。じゃあ最後のテーマはこちら、野球をするゴリラ。野球をするゴリラ、また難しいで。野球を制限時間は1分、用意スタート。1分始まった、やばい、ちょっと待ってね、今からね。よっしゃ、野球をするゴリラ、まだビン、まだビュー、野球をしてるものを書くだけでまだビン、まだビューって何。リコピン、リコピン、反応しちゃう、まだビン、まだビューって何。あ、まだピンって言ってんのか。ちょっと待って、リコピン、リコピン、まだビン、まだビュー。あー、むずい、ゴリラってむずいな。まだ液た、うん、
今自分の顔見てゴリラの野球するとこまで行かへん、やばい、待って、野球って俺自分してんのになんか分からんな、あ、こんな感じか、やばい、間に合えへん、まだピン、まだ、まだだよ、ちょっと、リコピン、ちょっと待って、そう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 、むずい、むずい、ちょっと間に合えへんかった、生きた、うん、もう今1分のうちにかけた野球をちょっとこれはあかんな、この自分の顔見て描いたから顔はいけてんねんけど、その野球をしてるかどうかが伝わるのかっていう、じゃあ僕の見せます、はい、見えてる？こっちか。でもなんとなくバットの構えをしてるゴリラってわかる？わかる？みんな。ちょっと最後インクが出なくてバットがすんごいかすれてますけど、はい。そしてバットでかいね。なんかゴリラがさ野球するときってバットでかいイメージない？うん。なんか重いバット持ってそうじゃない？コアラ？コアラじゃねえよ。どこがコアラなんだよ。ゴリラだろうがよ、おい、耳か、耳がちょっとでかすぎたか、ゴリラにしては。ゴリラってこんな耳でかないか、あ、なんか、あ、確かにな確かにな、まあでもなんか、でもなんかゴリラって伝わるでしょ、鼻とか、うん、自分見たもん、うん、自分見て描いたから、うん、どうみんなありがとうございます、顔に力入れすぎ、確かにね、ちょっと顔でゴリラって分からせないとあかんなと思った、いや陽平さん、ええー、なそれ、ありがとうございます、ええー、なそれ、いただきました、バットでかくね、いやゴリラってなんかさそういうイメージあるやん、ドンキーコングとかこういうなんかバットでかいイメージあるやんか、わあゴリラかわいい、ありがとう、バッターゴリラ、ゴリラじゃないのよタックンだ、タックンだじゃねえよおい、まあ自分見て書いたけど腕の筋肉とかいいですね、あ、いいとこ目つけてらっしゃる、そうゴリラのちょっと腕の太さとかもちゃんとね、うん、バッと分かるね、ゴリラのねちょっと大きいの、確かに耳から小腹より、まあちょっとそこはあれか、減点ポイントか、うん、まあでもどうなんですか、リンナちゃんはどんなゴリラ描いたんですか、リンナはこれ、お、いやうまピッチャーの方、ほんであざます、勝てない勝てない、ちょっと待ってくれ、あざます、おい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 、あざます、あざますが多いぞ、まだ勝ってないぞ、まだ判定切れない、あざます、ちょっと待って、すごいな、ボールの握り方まで、うん、ちゃんとストレート投げてる、そしてユニフォームを着ながらも浮き出る筋肉を表現している、うますぎるだろ、おいグローブのこういうしなり方とかも筋肉も陰影がすごいし、影もちゃんとあるし、そして背景はずるいぞ、うん、俺の1分では背景までは描けやへんからね、うますぎるんよ、あざます、じゃあラストの対決、皆さんお願いいたします、判定をどうぞ、躍動感、もう躍動感えぐいよな、もう大エースよ、あざまーす、契約金1000億じゃ済まへんよね、このゴリラ、あざまーす、うん、大谷翔平でもここまでの筋肉はないからね投げるだけでホームランだわ、投げるだけでホームラン、ちょっと分かんないですけど、デッドボールしたらやばいやつ、この筋肉のゴリラにぶつけられたらもうただじゃ起きませんよ、もう体壊れちゃいますよお兄ちゃんの写真なのかなそうか、お兄ちゃんがゴリラだから、うんうん、うまいんだ、それちょっとずるいやん、自分に寄せたんか、おいずるいやんか、うますぎる、あ、はい、こっから入ってますね、きなこさん、りんなちゃん、みっちさん、りんなちゃんに1票、ようへいさん、これすごすぎやな、りんなちゃんの方かな、あざます、お、あこさん、たかわいさでタック2票、ありがとうありがとう、エミトさん、ゴリピンに1票、ゴリピン、リコピンみたいに、ゴリピン、早っ、対応早っ、ゴリピンに対するゴリピンに1票、
でゴリピン人票はどっちがゴリピンなんや、どっちなんや。リンナちゃんに1票、これはリンナちゃんかなということで、あざます、僕は1票しか入らなかったのでリンナちゃんの勝利です。あざますあざます。いやこれは勝てないですよ。あざますあざますですね。まあまあリンナちゃんにね勝てる、絵で勝てるとは思ってなかったですけどね、やっぱうまいねリンナちゃんね、まあ、これ書いてますからねいつもね、後ろの背景を。こんな方に勝てないですよ。いやでもさてお絵かき楽しかった。今日もあっという間にお別れの歌と踊りの時間のようですね。 あっという間にね、まだね歌わないし踊りませんよ、うん、でも今日も楽しかったですね。深層心理もあぶり出されましたし、お絵かきもねできましたし、タイピングで皆さんにコメントも返せましたし、たくさん結構ねコメント返すことができたんで、今日すごく楽しい時間でした。ありがとうございます。ということでアイアムリンナ TV、 そうアイアムリンナ TV としての配信はあと2回になっちゃいますね。今日抜いたらあと2回になっちゃいました。そうだね、だからもっともっと楽しんでいこう。そうね、もっともっと楽しんでいきましょう。結構ねこの時間を大切にしてあとの2回も楽しんでいきたいなと思います。また次回もね皆さんと楽しくお届けできたらいいなと思っております。キュンだぜキュンだぜキュンだぜ、はい。気合入ってますね。ということでじゃあ次回もまたまたよろしくお願いいたします。ということでリンナちゃん最後に何か告知はありますか。毎週生配信、毎日ショート動画を投稿しているよ、うん、ショート動画チャンネル登録よろしくね。お願いいたします。ということでたくみは何かある？はい、たくみもありますよ。テレビ東京ドラマプレミア23シャットアップ飯塚翔役で出演しておりましたドラマが今週ね最終回を迎えたんですけど、2月の5日の月曜日まで TVer で見逃し配信があります。そして U-NEXT では全話配信中ですので、皆様ぜひぜひもう一回見ていただく方はもう一回見ていただいて、まだ見てないよって方も見てくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということでいや今日も楽しかった。最後ちょっとコメントだけ読んでおこうか。よっしゃ、あ、もう終わり、すいません、もう時間でございまして、そしてあと2回です。寂しい、ありがとうございます。寂しいと言っていただいてありがとうございます。すごく楽しかった、ありがとうございます。ナミさんキュンだぜキュンだぜね。みちさんおつりんなおつりんな、ありがとうございます。つえーなたくみくん、ありがとうございます。何が強かったんでしょうか、絵かな。ありがとうございます。もっと強くなります。おつたくりん、ありがとうございます。それいいですね、いただきます。おつたくりん、はい。ということで皆様たくさんのコメントありがとうございました。まあ、次回もねこうやってめちゃくちゃコメント返していけたらねいいなと思います。今日結構爆速返信に追いつけたんじゃない、無理かそれは。はい、ということで、また次回お会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。あざました、あざました、ありがとうございました。バイバーイ、またね。この番組はオリコンニュースとリナ株式会社でお送りしました。それじゃあまた次回も見てね。最後までご覧いただきありがとうございました。